これね、コインね、こうやっていろいろね、作ってからね、売るのもいいんですけど、こっちの外のやつ、ここになんかあるんですけど、復活するんですよね、3時間に1回。こちらをね、なんか3時間に1回ログインして広告見てコインを貯めるのもね、大丈夫だと思います。何でもいいから、この食材、これ9個作ったらまあ900ですよね。例えばまあ3つぐらい作ってみますか。体操麺。これ作ったらもうすぐに来るんですよね、お客さんが。すごくいいですよね。で、あとフィーバーすることによって、5分間売り上げ 1.5 倍だから、これまとめて作っとってフィーバー使ってなんか渡すとかですね。100とか手に入るんですけど、見てください、上。625から。フィーバー使ってたらこれ 1.5 倍ですからね。だから本当はフィーバーを使った方がいいんですけど、725。こうやって稼ぐこともできますね。だからこれ7500貯めることができたら次のお話っていうのができるので、ちょっとこれね、裏でやっておきます。こうやって作ってから売るみたいな。フィーバーとか気になる方は前の動画見てください。あとこれ作るってあって、この素材出発とかできますよ。これもっと作りたいとか、鮭とかこの食材を使う料理とか下とかも全部出てますからね。わかりやすくていいですよね。あと見るっていうのは今持ってないやつで、こちら、トトノミ島にあるみたいな感じ、すぐ出発ができる。トトノミ島っていうのは今いる場所ですね。すごくね、遊びやすい感じになっている。船はここにいます。南国島とか。で、これ出発ってやったらすぐ飛べますからね。しかも、CM も広告もないと。お、またなんか復活してる。これもちょっと釣っておくかな、実況外で。このゲーム放置してたらタップでなんか福引きみたいなのが引けますね。亀吉、お、これを引くなんてラッキーなやつだぜ。ラッキーカラー緑色とかですね。皆さん、こちら料理たくさんね、見てください。素材の方ね、集めてきましたよ。これ作成数3つとかやっちゃうと、これ新しい料理かな、もう一気に人が来てくれるんですよ。ます寿司さんとかで、ほら3人入ってきてからすぐ渡せる。また来るね。まあ、こんな感じでね、目標の売り上げをクリアしました。あと外のね、コインの広告を見たりとかしておりましたね。食堂の評判も上々。そろそろまた食堂を立派にしてもいい頃かも。僕のへそくりの出番だね。しかも捕まえたやつ後ろのイケスで泳いでましたね、今。イカちゃんとか。お、屋根がついた。ここちょっと自分の寝室とか、作れてたらいいね。できた、ピッカピカだ。僕らの食堂どんどんかっこよくなっていくね。見た目が立派になったから、今までにないお客さんも来てくれるようになったりして。どうも。わわ、噂をすれば、初めて見るお客さんだ。いつも以上に丁寧におもてなししなきゃ。おー、南国の皆さんいらっしゃい。それと皆さん、私衣装ちょっと変わってますからね。お客さんどっから来たの？おや、この店は猫がもてなしてくれるんちゃうの？縁起がいいね。私は南国島の町内会長だよ。評判のいい食堂があるって聞いて遊びに来ちゃったんだ。南国島から、遠いところからはるばるようこそ。そうそう、南国島、南国島。どんな島だったっけ？あったかい島なんだろうね。そうだそうだ、ポカポカ陽気の暑い島だったね。常に夏です。なんかいっぱい来たんだけど。あら、ここが評判の食堂。すごい立派、いい匂いがするな。うん、お客さんがゾロゾロ。ここは肉とか食えるのか？今のところ魚ばっかりですね。ママ、猫さんいるよ。あら、ほんと、かわいいわね。ちょっと待った。いや、猫食べれないからね。怖いよ、なんか。急に大きい声出してどうしたんだい、猫さん。どうしたんだいは、こっちのセリフだよ。急にお客さんが押し寄せすぎ。一体何事？ああ、そういうことかい？実はね。今日は南国島の島民旅行でこの島に来ちゃったんだよ。この食堂の評判があまりにもいいもんだから、島のみんなも来たかっててね。なるほど。ゲーム実況堂の評判すっごく広がってるみたいだね。なんだか鼻が高いね、ちょめ。え、変。
だから南国島では食べられないような絶品料理を作っちゃってくれないかな。それといろんな人がいるからさ、老若男女みんなが食べられるような料理がいいな。そういうことなら僕たちに任せて。とは言ったものの、南国島では食べられないような料理か、闇雲に探すより何かヒントが欲しいよね。そういえば南国島はポカポカ陽気の島だったんだよね。そうそう、年中日差しが強くて、この通り日焼けで真っ黒さ。日差しといえば、トトノミ諸島には雪に覆われた島もあるんだったっけ？年内ひんやりなんてちょっと羨ましくなるよ。雪の島か、こたつで雪を眺めながらあったかいご飯を食べられたら最高だね。僕はこたつの中で丸くなるから雪が降ってても見えないんだけどね。ははは、確かに南国島からかなり離れてるから私も行ったことないんだけどね。ははは、確かに南国島からかなり離れてるから私も行ったことないんだけどね。え、どうしたのチョメ、いいアイデアが思いついた？なになに、雪の島の生き物で料理を作ろうって？なるほどね。確かに私たち雪の島の生き物は食べたことがないな。どんな料理ができるのか全然想像がつかないよ。さすがチョメ、ナイスアイディア。もっと褒めろよ。すごいすごい、さすが。あ、なんか嬉しいな。ありがとうミック君。それじゃあ料理ができるまで私たちは食堂の外で待ってるわ。大人数で居座っちゃったらお邪魔だものね。じゃあ次は雪の島に行くみたいな感じでしょうかね。夏にのところ行くかと思ったけど今回。よし、そうと決まれば船長さんに頼んで雪の島へ連れて行ってもらおう。おお。作り置きが1個あるんだよね。ね、これ持ってるやつ、イカちゃんとかね、タイとかも泳いでるね。じゃあちょっとこれだけ渡すか。はい。次は1万5000突破したらね、次のお話ができるみたいですね。あとあまりレベル上げすぎないようにしてるからね、今。ざわ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 。ん？なんだか、ざわざわ、聞こえるね。あ。お、こっちも繁盛してんの？サザエちゃんのカフェ、すっごい行列。すっごくおしゃれなカフェ。次、スタグラムに載せちゃおう。食堂だけじゃなく、カフェまであるなんて、とってもいい島だな。私のカフェにこんなにお客さんが。やっぱり私のカフェには、わかる人にわかる魅力があるのよ。この調子ならパパを見返してやれるわ。すごい、僕らも負けてられないね。早く船長さんのところへ行って雪の島へ連れて行ってもらおう。ね、レベルはねそこそこにしてますよ。だから調整して上げすぎないように。もうストーリー面白くなくなっちゃうかもしれないから、上げすぎちゃうとね、難易度的にどうなんだろう。船長さんこんにちは。おお、こんにちは。どうした、どっか行きたい島があるのか。実は、あ、右上ちょっとコインが復活してる、後で見とこう。なるほど、寒い島に行きたいんだな。それならいい島があるぜ。雪国島って島なんだが、一年中雪に覆われた一面銀世界の綺麗な島なんだ。もう僕たちの求めてた島にぴったりだ。あそこの生き物ならきっと南国島の人たちが満足する料理を作れるぜ。それじゃあいつも通りにフェリーの定期券を買ってくれよな。これ買うんですけど、まずはちょっとこっちの広告を見ますね。3500もらえる今。これストーリーが進んでいくともらえる額も増えていくのかな。朝はなんか1200ぐらいだった記憶があるんだけどね。らっしゃい、フェリーの定期券はここで売ってるよ。上に行くんだね。あ、南国島って私さっきっていうかさっき行ったところだね。購入する。ニューエリア開放。前乗り雪国島行きフェリー出航します。着いた。ここが雪国島か。うー、すっごく寒いね。いや、そんなことより南国島の人たちに喜んでもらえるメニューを考えなきゃ。いろいろなお魚を釣ってみてメニューがひらめくか探ってみよう。衣装に関しては前回の動画のところのお店で買いましたね。なんか着せ替えと、あと生けすじゃないか、着せ替えのこっちの釣り竿か。音楽もいいです。音楽聞こえますか。メモが書いてある本屋さん、雪国島書店です。これも買っとくか。ね。必要なものだからね。はい。またお金は頑張って貯めます。ひらめた？オイルサーディンのペロンロン。あ、私が今買ったからですね。まあ、久しぶりにね、これ実況撮ってるんでね。
鮭のちゃんちゃん焼き、美味しそう。スターゲージパイ、これで大体何の魚が釣れそうかっていうのはね、ちょっとわかるかもしれない。ここの水深レベル何本ぐらいだろう。お、ちょうどいいぐらいですね。ちょっともうちょっとレベル上げてもよかったな、私。ちょっとナイスにしか入らない。スピードが遅いからか。こんぐらいか。ちょっと遅めにね、押す。OK、できた。いや、これ釣るだけでも結構減っちゃったな、体力。ホタテ4。カニみたいなのもいるね。ホタテだ。美味しそうだけど、ビビが足りないかも。他の魚も釣ってみよう。これ何の魚が釣れるかっていうのはここタップしたらわかるんですよね。だから結構新種が西色派だから今のホタテ合わせて9ですね。これレベルが書いてあるのかな。20から26か。もっと上げてもよかったな。ちょっとあなた気をつけて歩かないと転ぼやよ。え、私？私は転んだまま起き上げられないのよ。誰か助けて。あー、転んでなんか背中がなんかくっついてダメみたいな感じなのかな。わ、いろいろあるんだけど、ちょっと体力がないな。これも取れないな。ちょっと広告見ますか。必要な体力増えてきましたね。雪玉もある。まあ一応魚いろいろ釣ってみてって言われてから釣ってみますか。17、弱いね。これはこれ今まで釣ってたやつかな。どうなんだろうね。これはヤマメ、今まで釣ってたやつだ。まあ今までのやつも釣れると。まあ、一応、探検しよう、いろいろ。雪国島の大人たちはホタテを使った料理をよく食べるよ。お刺身にしたり、ステーキにしたり、想像しただけでお腹が空くな。だけど、子供たちには好き嫌いが分かれるみたいだね。ちょっと大人の味なのかな？君も好きなら、丸い魚影を狙ってみるといいよ。ね、さっきやったやつですね。この島の西の海や港の近くでよく釣れるからね。そうそう、船のところです。これとかかな。これはヤマメとかかな、また。ちょっともう一回やってみる。あ、こっちからは釣りができない。こっちか。レベルとかも覚えておかないといけない。レベル17だ。またヤマメかもしれない。いいね、クリティカル。あ、イカちゃんだ。イカちゃんここでも釣れますね。他は？あ、このね、宝箱みたいなやつはね、時間が経つと復活します。だから取っても取らなくてもいいみたいな感じですね。ちょっと私はちょっと実況外で取るか。これちっちゃいやつちょっと釣ってみるか。あ、ダイヤのやつもある上。23。ちょっとクリティカル狙っていこう。あー、バット！これ、広告動画を見てやるので、結構編集が大変なんで、ちょっと実況外でレベルはそこそこ上げようと思っております。サクサクできるしね。ワカサギ。いや、釣れると思いましたよ。ワカサギって言ったら、あの、氷のところに穴を開けてやるやつですよね。ワカサギのフィリットですね。ちょめ、ビビッと思いついたみたいだね。ビビッときたぜ。ワカサギか。南国島では釣れない魚だし、たくさん釣れば大人数でもシェアできそう。これなら町内会長さんたちもきっと大満足。早速食堂に戻って料理を振る舞おう。なんか他もちょっと見ておきたいんだけど、マップはこんな感じです。おお、でっかい。ここここね、ちょっとレベルの高いやつが出るんですよね。なんかサメっぽいぞ生えてる。で、さっきこっちの方から来た感じですね。あいつどうやってあんなところに行ったんだ。自力で戻ってこれればいいけど。お、話しかけられないね。ああいうのもいいですよね、作り方としては。中も見てみるか。雪やコンコン、あれやコンコン、今日も寒いわね。お布団大好き。お外は寒いから今日はこっから一歩も出ないって決めたんだ。私今、夏にね、実況撮ってるんですよ。2020年の6月の15日ですね。こちらのゲームは6月の14日にね、リリースされましたね。あ、こう服とか売ってあるよ。服屋さん。何売ってんだろう。雪だるまとかかな。お、このクリスマスツリーの釣り竿いいじゃないです。今回こっちの方にしてみるか。購入して。こんな感じにね、前回の動画でもね、売ってあったんですよ。そこでちょっと購入してから今、この釣り竿を金にしてるみたいな感じですね。これにしよう。OK。私この鶏ちゃん気に入ってるから、ちょっと鶏ちゃんはそのままにしとこう。
望遠鏡を覗いてみようか。はい。何が見える？お、島だ。とっても綺麗な景色だ。ここは見晴らしがいいな。僕の家まで見えるかな？どっから来たんだろうね。あ、今お魚が跳ねた。ほら、あそこ。どこどこ？じゃあ、ちょっと戻りますか。ね。ちょっとこう、もう一回釣るか、これ。ホタテでしょ、これ。丸だから。やめとくか、これは。なんか気になったのがね、これはちょっと後でやるとして、まだ釣ってない魚もお見せしたいんですよ。復活してる左下のところ。この辺、ほら、カニみたいなのいるじゃないですか。これこれこれ。これだけちょっと釣りたい。27か。ちょっときついかもしれない。今無理だったら、また後でやります。ちょっと無理っぽいな。OK。クリティカル入れればなんとかなるんで、このゲーム。まあ、実況外では、こんな感じに広告何回も見てからやってるんですけどね。OK、OK。下のもうグレート安定して入れていこう。ケガニが釣れましたね。じゃあ戻りますね、一旦。また後来ます。マップ。で、まだ釣ってないやつが、1、2、2匹いるんでね。この一番左上は、でっかいやつでしょうね。じゃあ、ちょっと、これマップで。これこっちからも戻れんのかな？話しかけて。あ、移動、こっちでもできるんだね。みんな待っててくれてると思うからね。ちょっと早く届けよう。じゃあ、ワカサギのフィリットを作れば OK ですね、ここで。これね、足りないのは、あ、もうわかりましたね。チョウザメみたいですね、あれは。で、ウニも釣れるのか。だから、この影ですね、こちら。わかんなかったら、この影を探すみたいな感じですね。なんか、これもこのでっかい影ですね。いや、これでも違うか。さっきのもっとでかかったですからね。ちょっと嘘言うところでした。じゃあ、ワカサギ、ワカサギ。チョウザメはないからね。あれ、ワカサギがないぞ。上の方にあるのかな？あ、あった。一番左上に書いてありますね。皆さん、あとね、3匹釣らないといけない。戻ろうって言われたけど、ワカサギがあと3匹。必要な食材が5匹だったんで、じゃあ出発。こっからなんかすぐ行けますからね。こんな感じに移動。じゃあ、ワカサギは、ちっちゃい細いやつだったよね。こう、でかいよね、ほんとすごい。これのちっちゃいやつだね。よし、頑張って釣ろう。23と25だから、大丈夫でしょう。30も減るのか。大丈夫じゃないかもしれないけど。ギリギリだったね、右上。頼むよ。OK、4匹釣れた。じゃあ、戻れる。猫ちゃん、可愛いですよね、上に寝てるからね。さあ、待たせましたね、本当に。じゃあ、作りますね。はい。調理中。ワカサギのフィリット。お待たせ、会長さん。ワカサギのフィリットできたよ。なんだいこのお魚。ワカサギっていうのかい？ほう。南国島じゃ見たことないお魚だ。どんな味がするのか楽しみだよ。いただいちゃいまーす。ふふん。美味しそう。一人で食べるの、みんなで食べるかと思ったけど。お、1260ももらえましたよ。これは、ふわふわサクサクの衣に包まれた小さなお魚から口いっぱい旨味が広がる。お魚自体は小さいが、それがいいね。ひょいひょいパクパク食べちゃう中毒性があるよ。何もつけなくても美味しいんだけど、塩や大根おろしで変えるとどうなるのか。パクリ。お、美味しい、美味しすぎる。いくらでも食べられちゃうよ。町内会のみんなにも早く食べてもらわなきゃ。急いで呼んでくるよ。もう一個しか作ってないんです、今。あなたが全部食べちゃったから。またちょっと釣りに行かないといけない。もう料理ができたのね。いい匂い。何これ？見たことないお魚。うまそう。いただきまーす。まぐまぐまぐ。あ、よかった。余ってたみたい。おいしい。いやー、今日は突然お邪魔しちゃったのに、おいしい料理をありがとうね。南国島のみんなも私もこの食堂をすっかり気に入っちゃったよ。くふふ、それならよかったよ。たくさん喜んでもらえて僕らも頑張った甲斐があるね。これからはちょくちょくここにご飯を食べに来るようにしちゃうよ。それじゃあまたね。
ふう、たくさんの人を笑顔にできてよかったね。やっぱりご飯は一人よりかたくさんの人で食べた方が何倍も美味しいもんね。これからは南国島の人たちも食堂に来てくれるみたいだし、これまで以上にはっきり言っていっぱい料理を作ろう。おー、これで第5話、南国の皆さんいらっしゃいをクリアしましたね。よーし、それじゃあ引き続きもっと食堂を繁栄させるためにたくさん料理を売ってコインを稼ごう。これでもストーリーもちょうどいいですね。なんか1日1個進めるみたいな感じで。ただ後半見てください。1万5000ですからね、次。あ、でももう5000貯まってるから、あと1万貯めれば OK ですね。だからいろんな料理作るんですよ。で、下の方になると、この値段も710とかに上がってる。あと、スターキージーパイも560とか。やっぱメニュー買った方がいいです。ホタテも620か。だから、どんどんこの新しいところに行って、魚をどんどん釣って、ね、作ってとか、やります。あと、フィーバー使ったらね、1.5 倍になったりとかもしますし。じゃあちょっと、まだ、こっちの、釣ってない魚2匹、ちょっとそっちだけお見せしたいと思ってるんですよね。いや、頑張って釣ろう、最後の最後。で、あのコインのやつはね、ちょっと実況外でちょっと集めて次の実況にやりますね。左の方だよね、これかな。23か。いや、もう無難に行くか。でも私の体力がないから狙っていこう。上オッケー、クリティカル。あ、これホタテだ。なんかランダムなのかな、形は同じで。どっちかが釣れるみたいな感じかな。レベルで分かるようになってんのかな、ホタテともう一匹みたいな感じ。クリティカル狙ったら楽だね。あー、外れた。あ、大丈夫か。お、釣れた釣れた。ウニですね。だから鍵は同じでしたね。なんか右上にミッキーが離れてる。ウニのクリームパスタですね。よし、じゃあいよいよ何回 CM を見ることになるかわかんないんですけど、これもちょっと後で見とこう。なんかいろいろ着替えとかも買いたいし、ね、ちょっと挑戦してみますか。うわー、早いよ。しかもこのバーがこのぐらい早い方がか。これだったら下から上に行くの方がいいな。ね、そしたら外れてもナイスとかになるから。あー、ちょっと早すぎたか。上からの方がいいな、私は。上からの方がいい、これ。あー、ちょっと遅かったか。グレート狙いでもいいな、もう。もうグレートで行こうかな、安全策で。もう釣れそうだし。あ、でもダメか体力の減りがすごかったから。私実況だから今こちらお見せしてますけど、本来は周りのホタテとか釣ってレベルが上がってからこちら釣るのがいいですからね。これはね、チョウザメ12倍ゲットチャンスで2倍にします。はい、チョウザメ2ですね。これ下の OK がちょっと押しづらいんですよね。これだけちょっと今後治ればすごくいいけど、まあ、今後は治ってるかもしれませんけどね。チョウザメキャビアのパスタ820ですね。だから今広告見るだけで820をもう一個もらえるみたいな感じになってますね。でもホタテとかの方が釣りやすいから、ホタテとかワカサギとかどんどん釣ってたくさん売る方が良さそうですけどね。で、素材が集まったら、これ中に入るのかな、今のサメみたいなの。どうなんだ、イカちゃんとかしか泳いでないけどね。で、ワカサギのフィリットとかも1200なんぼとかですもんね。チョウザメ840とかだから。ウニは640。ウニは2匹いるのか。ね、ホタテのステーキ、ホタテも3いるのか、なんだかんだね。まあ、このようにね、なんかどんどん作ってね、売るみたいな感じですね。じゃ、これちょっと1個作ってみますか。これちょっと貯めておきたいっていうのもありますけど、私チョウザメのキャビアのカナッペで作ったらもうすぐこんな感じでお客さんが来るからね、こうやって上げて、上見てください。5195でしょ。増えるみたいな感じですね。美味しかった。帰るのも早い。これ、すごいね。お客さんも食べたらすぐ帰るって。まだ貸した。すみませんね。で、あと気になるの最後だけやりたいんですよ。この、繁盛してるって言ったじゃないですか。今、こっちどうなってるのか、中入って。あれ？変わってないよ。話しかけて終わるか。
あら、こんにちは。お散歩かしら、のんきなものね。ご視聴ありがとうございました。実況者は、チョエでした。次回に続きます。